雨に覆われて入った店で誰かが歌った昭和のブルース持ったグラスに涙つぶ溶けた氷に映る人酒が酒が酒が呼んでる都町ブルース都町ブルース皆さんこんにちは。日本クラウンの朝風ココアです。朝風ココアの愛のダダ漏れ始まりました。皆さんお元気でしょうか。今回3回目ということなんですけれども、今日も私のお相手をさせていただきますのは日本作曲家協会作曲家の河村天先生です。どうぞ。はい、ココアちゃんこんにちは。こんにちは。こんばんは。ありがとうございます、はい。この番組朝風ココアの愛のダダ漏れは東京都足立区北千住 CWEB のスタジオから生放送でお送りさせていただいてるんですが、実は今回だけですね、はい、収録ということで先生のスタジオ、大分市のミュージックホリデーからお届けさせていただいております。ありがとうございます。はい、生放送じゃないですね。そうですね、ここで収録したものを、はい、Cウェーブから放送するっていうね、はい、そうなんです。試み、はい、初の試みということでお付き合いくださいませ。はい、約50分間の番組でございます。朝風ココアの楽曲またゲストさん皆様の、たくさんご紹介する番組となっております。この番組は平成ロマン企画音楽制作トライビートダンススタジオエムズライブハウス別府カッパーレイブンス白道村 MH エンターテインメントマルマン産業の皆さんの提供でお送りさせていただいております。最後までお付き合いください。さあココアちゃん、はい、今月は忙しかったですよ。忙しかったですね本当に。私も東京都知事選、はい、あ都知事選なるほど。もう残念な結果になりました。先月ね、はい、そう言ってたんですよね、はい、先生がちょっと支持する方と違う方が当選されて、もう一時あの、はい、山に行って緑見るのやめます。はい、ちょっと残念だったんですね。僕はね、はい、残念だったんですけど東京都民の方はね、まあ、やっぱり支持してる方いるんでね。そうですね、うん、はい、はい、あのどう転んでも今からまたいい、政治を、ね、していただければいいかなっていうふうに思うんですけれども、はい、さあちょっと暑いですよね、はい、あの大分は私あの車の中で40度を何回も見ました。車はねすぐ40ってなるんだけど、うん、はい、外は車の温度と2度ぐらい違うんじゃないですか。それでも38度でしょう。そうです、高い高い本当に暑いですよ ね。本当に皆さん熱中症にはくれぐれもお気をつけくださいというふうに思うんですけれど もう僕は頻繁に、はい、あのアクエリアスかねポカリスエットいつもそばに置いてますよ。私は頻繁にあの扇風機フランフランの扇風機をこう顔に当ててますけど焼酎じゃなかった焼酎じゃなかったそうですか。さあ、はい、この番組ではですね皆さんの、あなたのダダ漏れ情報をお待ちしていますということでお待ちしております。はい、送り先はメールで、センジュアットマークcwave.jp そして YouTube ではコメント欄の方にお待ちしております。でもう一つですね愛のダダ漏れムービー歌唱ムービーを募集中、こちらの方は、当選されてこちらの方でかけさせていただいた暁には私の、アルバムの CD サイン入りを CD 8曲入りがプレゼントです。社長変な社長嬉しいがないよ嬉しい、はい、嬉しいということでですね、はい、ぜひぜひお送りしてください。お待ちしております。はい、でこのね、はい、ダダ漏れ、はい、
ココアちゃんなんかね、ダダ漏れで困ったことは良かったことある、ダダ漏れが私が思いついた言葉なんですけれどもね、あのいろんなダダ漏れがありますよね。例えばさっきの政治とかもありますし、まあ、あのスマホで情報がダダ漏れとかですね、うんうん、私も夜中の3時頃あなたこれ買いましたみたいなメールが来たり、いや買ってませんけどと思ってそんなんとかもありますし、まあ、愛情がダダ漏れるとかですね、普通におトイレ行く前に漏れちゃうって言って行ったりとかですね、はい、いろんな意味があるんですけれども、僕はね、はい、モテ期なんですよ。あ、出た、まあ、あれ何回目いやいや、もうフェイ、いや、はい、数限りなくフェイスブックでいろんな女性の方が綺麗な女性の方がもうアメリカ軍人中東で退役しますとかね、はい、もうだからあの、ね、ちょっと日本寄って帰りたいんでパパあの飛行機代送ってほしいとかねそれ危ないです、オレオレ詐欺じゃなくて私私詐欺みたいな、もう何人もね、はい、もう来るわけですよ。なるほど、長い文面でね、はい、もう僕はもう一発で消しますけどね、はい、まだ引っかかってないんですか、まだ引っかかってないです、引っかかってない、一回ね付き合ったらね、はい、私はあなたをパパと呼んでいいですかってうちの娘がいるんですよ、パパと呼ばしてくださいとかね、うん、まあ、そうですね、先生はなんか手を握られたらそれであの騙されるみたいなんでぜひ、いやいや皆さん握手を求めてください。あとね、ダダ漏れて困ったことはね、はい、あの北海道の鮮魚店、北海道の鮮魚店、うん、あの、はい、あ、もしもし川村さんですか、去年はイカとか鮭とかあの北海道のあのね、はい、生鮮食品買っていただきましてありがとうございます、今回はお前なんか知らんわバシッと切るんですけどね。ああ、そう、そうなんですね、はい、なんか、はいはいはい、そういう話ないですか皆さん巷で。いろいろあると思いますよ ね、 ね、なんか、電話かかってきたりいろいろで、あとねお金貸しますとかいろんなところからお前なんか知らんわっつってね、なんで俺の、ね、携帯知ってるんですよね、もうダダ漏れてますよね、ダダ漏れてますね、困ります、本当に皆さんのダダ漏れもぜひぜひ送ってください。まあ、散々今ダダ漏れの話をさせていただいたので、はい、1曲目はですね、はい、私の愛のダダ漏れを聞いていただきたいと思うんですけれども、はい、自分で編集して自分で撮ってそして流しております、はい、ぜひぜひこの愛のダダ漏れ聞いてもらって覚えてくださいね。エロ面白い歌で足立区九州全国でブレイクの兆しありということで限定的ですねいやいやいや、歌舞伎町でも、歌舞伎町、あ、そうですか、はい、はい、ぜひ皆さん覚えてください。それでは聞いてください、はい、愛のダダ漏れです、どうぞ。どうぞ。
朝風ココアの愛のダダ漏れ聞いていただきました。はい、どうでしたか。いつ聞いてもエロいですね。あ、よかったです。でもなんかあのクレームついてますよ。え、もうなんか皆さんからちょっと抜き方が足りないんじゃないかってそれ2丁目の人からも言われます。あんまりエロくないわよってそう、エロくないんですよね。で、特にあのラーメンなんですか、はい、ね、あ、ラーメン好きなんです、辛いラーメンぜひ皆さん夏だから辛いラーメン食べて汗を出してくださいあれはあの辛麺ですね。辛麺ですか。辛麺ですね。あ、そうですか、はい、そうなんです。それでは今日はゲストの方をご紹介したいと思います。MH エンターテイメントからお越しのデデン日高清さんです。どうぞわ、お久しぶりです。こんにちは。どうも小村さん、こんにちは。お久しぶりです。お疲れ様です。はい、よろしくお願いいたします。はい、いや、もうあの1回目2回目と日高清さんの歌流させていただいて、もう踊りがねすごかったんで、あ、柏の音のねディスコバージョンがね、なんか弾けてるなと思って、はい、今日またあの弾けた感じのお召し物で、はい、すごいですね。年がいもなく若さを出しております。すごい、今日はベストのファッションでベストがすごいです。あ、親父ギャグが炸裂でございますけども、この唐草模様がなんかおしゃれですよね。おしゃれですね、はい、自分で選ぶんですか。これはね、大体もう私はリサイクルショップでほとんど買います。リサイクルショップ、はい、新品を買うことはまずありませんそれ何のアピールですかそれそうなの、はい、今地味に貧乏アピールね、貧乏アピールですと、いや私も得意ですよね。得意です。得意っていうか本当にいつもどこに泊まってるんですか。夜になる、夜になると消えるんですけど、まあ ネットカフェとか、ね、あのカプセルホテルとかですかね。だからあの結構ダニにやられてるんですよ。あの、いや、だからちゃんと今流行りのトコジラミ、トコジラミって言うんですか、はい、痒いですよね、あれね、あれ、あれさ、そう、あ、それってあなたこの前聞いてたんですね、僕にね、虫から食われてどうしようっつってねだから僕はあの寝る前に殺虫剤撒いて、撒いたらすぐ逃げて、 それから1時間してね、はい、入ったらいいよね。そうでね、トコジラミは明るいとこ嫌うんで、はい、あ、そうなんですね、うん、だからアイマスクして、ね、あの電気つけて寝たら結構トコジラミよけになるのかな。あ、すごい、それ先生からお聞きしてました、はい、なるほどですね。私も貧乏キャラちょっとすごいですけれどもね、まあ、はい、ホテル代もね、急にコロナが明けて高くなりましたね、インバウンドでね。そうですよね、うん、びっくりするぐらいで、またこの夏は特に高いと思うので、うんうん、はい、なかなか泊まれないですけれども。そうなんです、インバウンドもいいんだけど僕たちは嫌だね、うん、やっぱりね。そうですね、うん、あと円が最近160円になりましたよね。それかな、もう非常になんか生活がしにくくなりました。岸田出た、言ってくださいなんとかしてくれ、なんとかしてくれよ、うん、そう、生活保護を外国人に渡すな。でもう小池都知事にまたなったもんで、もうぜひぜひ今度は頑張っていただきたいですよね何を頑張る、お金を皆さんに潤していただけるように。小池さんね、はい、あのダメですよ、私利私欲に頑張ったらあの火葬場の料金元に戻してくださいよ。で、水道代を絶対上げないでくださいよ、皆さんね、はい、これも皆さん、僕じゃなくて皆さんが言ってますから、すごい代表してね、お伝えしました。はい、川村節が炸裂でございます、はい、はい、ということで、あの日高清さん来ていただいたので、ね、ぜひですね、あの元々民謡されてたってことなんですけども、自己紹介とかアピールをお願いいたします。はい、はい、私はですね、民謡をやってたっていうか、小さい頃母親と一緒に地元のいわゆる民謡教室に、まあ、2,3 年通った経験がありまして、それが今生かされているっていうのが正直なところです。まあ、宮崎県民謡特に中心に、小さい頃歌いましてですね、今回、河村先生の楽曲で宮崎県民謡を起用した、歌を2曲完成しましたので、ぜひ披露させていただきたいと思います。歌の練習はここでやってる以外に、ご自分ではどういうふうに練習してるんですか。そうですね、大体まあ私はあの朝は配達仕事で車の運転が多いですので、うん、車の中で、ボイストレーニングをしながら、なるほど、先生に作っていただいた曲を、はい、まあ、
レッスンを自分なりにやってる日々です、うんうん、はい、そうですよね、車なんかいいですよね、はい、じゃあ、はい、今日は初めて、はい、歌われる日向の山市についてね、うん、はい、ちょっと日向さんにね、はい、聞いていただきましょうかね。そうですね、はい、どういう思いの歌になりますか、はい、まあ、これはあの作詞はですね、私の高校時代の同窓で、私は高校は宮崎県立農業高校の林業科を卒業しておりましてですね、はい、その当時の同窓が、宮崎県は、三郷町の元村会議員をやられた方で、森川吉太郎さんの作曲で、この日向の山市を作詞していただきまして、早速河村先生に、作曲していただきましてですね、素晴らしい、山市の歌ができました、この山に生き山を愛し山を住処とした人々の心の歌というふうにご理解いただいたらいいかと思います。その中に出てくるさざれ石は一つのポイントだと思います。さざれ石の意味とはどんな感じに捉えてらっしゃるんですか。まあ、さざれ石はですね、皆様ご存知のように、日本の国歌君が代に出てくるさざれ石、君が代は千代に八千代にさざれ石という詩がありますけれども、はい、私は理解しているのはですね、このさざれ石は長年積み重ねた人間の年輪ではないかなと、まあ、もっと細かく言えば夫婦愛、家族愛、そういった人々の思いを歌にして歌わせていただいております。はい、なんか愛を感じる歌ですね。そうですね、はい、早速楽しみなので聴いていただきたいと思います、はい、それでは日高清さんの歌で、作詞森川吉太郎さん、作曲河村天さんの、日向の山市、どうぞ。どうぞ。他に泣く子が のリアルな生活が目に浮かびますし、愛を感じました。素晴らしかったです。
宮崎の方は本当にあの神様と密接な関係というか、そうですね、昔からそんな感じなんですけれども、はいはい、それでは日高清さんにはこのまま最後までお付き合いくださって、はい、よろしくお願いします。トークコメントよろしくお願いします。はい、それでは私もですね、ちょうど宮崎の歌をあの書きまして、先生に作っていただいた楽曲があって、そちらの方がなんと第一交渉さんに入ったり、またあのこの間 BS12 で、歌わさせていただきました新歌謡曲の匠さんにてこの楽曲を皆さんにお届けいたしました。あのすごくいい楽曲ですよね。あの日本の古事記の物語で、この花咲く夜姫とニニギさんのお話なんですけれども、ぜひぜひ皆さんこの歌も聴いてみてください。それでは朝風ココアのこの花咲く夜とニニギ再び聞いてください。どうぞ。こうやって聞くとね、はい、神様と人間ってね、エロくて泥臭くてね、グロいですね。そうですね、確かに現代人よりも結構グロいというかリアルですよね。そうなんですよ。なんかこの花咲く夜姫っていうお姫様と岩永姫っていうお姫様、ニニギさんに一緒にあげるわってなったんですよね。そう、絶世の美女とね、はい、まあ、これで言っていいのかわからないんだけど、絶世のブスね、がその大山積みの神があの、そう、この花咲くや姫をもらうんだったらプレゼントって、岩永姫をプレゼントたら、あのニニギの御事が、いや遠慮しときますね、うん、言ってで大山積みの神が怒って、はい、よしそれだったらもうお前たちの寿命を、はい、もうね、人間的に何十年にしてやるって、それで本当は何百歳とかだった、そう、何百歳とかだったんですけどね、それを人生50年ぐらいにしちゃったってことですよね。そうなんですよ。あの織田信長さんのとこで聞きましたけどいやだから人生50年みたいな、はい、黙ってね、はい、あのもらえるものもらっとけばよかったんですよなんかそれで人間の寿命が決まったという言い伝えもあったり、僕だったらもう喜んで、岩永姫どうぞ来てください一緒に来てくださいって言いますよ。一夫多妻制ですね。いや、日高さん、そういうのもありますね、どう思います、その話、はい、この歌はですね、はい、特にあのココアさんの愛のダダ漏れと一緒に、たまにカラオケで歌わせていただいて、ありがとうございます、嬉しい。この花咲く夜姫と耳の再び、はい、うん、この歌はですね、ちょっとキーが私にはちょっと高いかなということで、うんうん、キーの調整をしながら歌わせていただいてるんですけれども、非常に、素晴らしい楽曲で、
はい、おそらくブレイクは間違いないというふうに思います。ありがとうございます。僕の質問はね、本当は一夫多妻制に、そう、一夫多妻制について聞いたんだけど、すいません、一夫多妻制どうですか、どうですか。そうですね、私は一人もんですから、一夫多妻制というよりも、まあ、独身をこれからも通していきたいなと、どういうこと、というふうに思ってますので、後派ですね、あまり考えてください、後派ですね、後派で真面目でございます。ここちゃん的にはさ、一夫多妻制どうなの。一夫多妻制ってことは私の他にいっぱい女の人がいる状態ですよね。そうです、そうです。逃げます。大山積の神のお父さんは嫌だ、ね、あ、そういうこと。そういうことです。まあね、あ、はい、今皆さんね、はい、リスナーの方まあ、どういうふうにね取られてもいいですけどね、まあ、皆さん自分にこうね、置き換えて考えてみてください。まあ、考えなくてもいいです。そうですね、はい、なんかすごい、うん、いろいろ考えさせられる歌なんですけど、はい、もう一曲私の楽曲 で、ね、もうすぐ8月なので、8月と言いますと、はい、お盆ですよね。そうですね、まあ、戦争で、はい、お盆と言いますと、はい、まず僕がね思い浮かぶのはココアちゃんの誕生日だったんですよね。ありがとうございます。そうなんです、実は皆さんもう忘れていいですからね、はい、8月15日生まれでございます。もう何も物品はいりませんから、メールだけでいるみたいな感じで押して押してみたいな、もうメールだけで結構ですよ。いらないからくださいみたいな、そういうことで、そうなんです、厚見次郎さんもそうなんですよ、はいはい、そしてロバートの秋山さんもそうで、で私厚見次郎さんとはご一緒させていただいたことが何度もあるので、うんうん、同じ誕生日なんですってお話しさせていただいて、すごく意気投合させていただいたことあるんですけれども、そうです、ロバートさんにはまだお会いしたことないので、はい、会ってみたいなと思います。ココアちゃんが一番最初に持ってき、はい、僕のところに持ってきた詩が誰のための戦争だったんですよね。そうなんです、戦争の、あと私ちょっと前に戦争のドラマに出させていただいたことがありまして、南田陽子さんとかとともに、うんうん、山田洋次さんの原作で堀川トンコさん監督だったんですけど、ワオワオの祖国という作品出させていただきました。その時にやっぱり、まあ、自分も意味があって8月15日に生まれてきたのかなと思ったので、戦争の歌をぜひ歌ってみたいなということで先生に出したのがきっかけでしたね。ああ、まあ、そういう背景があったんですね、はい、そうなんです。まあ、じゃあとりあえずね、はい、皆様にね、うん、聞いていただきましょうか。そうですね、はい、川村先生と初めてお会いした時の初めての楽曲になりますけれども、はい、聞いてください。誰のための戦争です。どうぞどうぞ。はい、一編の歌といえども、はい、なんかすごいリアルですね。ですよね。爆弾で死んだ人々の屍の上をお母さんが、ね、赤ちゃんを抱えて歩くって、逃げ場を探して歩くっていうね、はい、もう全くこうもうむごい無残な、ね、風景なんですけど、
日高さん、なんか戦争について何か考えございますか？まあ、戦争は、まあ、私の年齢からして、戦後の生まれですので、はい、私の父親がやはりあの満州戦争から、大正生まれですので、戦争の話はあの若い頃よく聞いておりました。まあ、特に戦友とか、うん、そういった軍歌をですね、よくお酒が入った時によく歌う思い出しかありません。最近ではやはり、皆さんご存知のようにウクライナ戦争、子どもたちが悲惨な生活を今日々も送っています。ね、二度とあってはならない戦争を、ね、一日も早くなくしたいなというふうに思います。うん、まあ、あの戦争でね、たくさんの方亡くなられたんですけどね、また一般の方もまあ亡くなられて、このお盆に全国各地で盆踊りやりますよね。はい、で今日はなんと日高さんに宮崎県の柏田町ってあるんですよね、そこの柏田音頭を今日はね歌っていただこうと思うんですよ。いいですね。で、まあ、あのそこ目の前にね、綺麗なね、そうですね、あの発表がありますよね。これを着てね、今日は後でね、歌っていただきます。はい、はい、日高さん、この歌ができた背景は何でしょう？はい、これはですね、まあ、私は年に2回地元宮崎に墓掃除に帰るわけなんですけれども、その時に地元の有志の方から、柏田音頭をもう一遍リメイクをして、保存会を作りたいというご提案がありましてですね、早速河村先生にご相談しまして、このニュー柏田音頭、そして柏田音頭の原曲を2曲新たに作っていただきました。はい、あの、ぜひ聞いてみたい。ニューカシワの音は、はい、あのディスコタッチなんですよね。はい、もう日高さんの匂いが ね、もうあの目に耳にね、はい、こびりついてますね。も私も日高さんのこの踊りが目にこびりついてますけれども、はい、はい、楽しい歌です。今度はじゃあ今日は柏田音頭ですか？ちょっとね、最初に柏田音頭の原曲、成長を聴いていただきまして、その後に、はい、あのディスコタッチのね、あの柏田音頭を聴いていただきます。それでは、はい、柏田音頭、ニュー柏田音頭を聴いてください。どうぞどうぞ。ご先祖様によいよい見せる手振りの柏田音頭。そろったよ、踊り手がそろった、よいよい花のつぼみの姫子がそろった、よいよいよいやな、ありゃりゃこりゃりゃやっとせ。楽しい、はい、柏田温度、ニュー柏田温度でございます。楽しい柏田温度、楽しい日高清さん、新しい一面が見えますよね。朝まで聞いて踊りたいって感じですよね。なんか真面目な清さんからちょっと想像もつかないような清さんになっても、はい、いいですね。なんかとても素敵でした。はい、まあね、たくさんの方が亡くなられてね、こういうその、まあ、盆踊りとかね、供養の歌ができたんですけど、このミュージックホリデーあるこの地もですね、たくさんの方が亡くなられています。うん、あのそうですよね。米軍の吸収を受けてね。はい、この地下が何だったんですか？はい、このね、うん、すぐ海の方に飛行場がありまして、うん、もう終戦が終わった後に飛び立ったの、うん、舞台があるんですよ。まあそれいろんな問題になりましたけどね。はい、あのもう終わってるのにね、生き恥をさらすよりも行こうって言ったわけですよ。で、まあ、この地下に病院があったり、あの
軍の司令部があったりと、ね、まあ、いろんなところがありまして、うん、でココアちゃんと録音してるときたまにね、じゃあここは空襲がひどかったってことですか。そうですそうです、もう一面焼け野原です。だからあの幽霊がよく出てきたんですね。あの幽霊かどうか知らないけど、うん、まあ、ココアちゃんがレコーディングの時よく聞きに来てましたよね。なんか先生がそう言うんですよ、うん、まあ、今キーキー来てるよって言って、電気がカチカチってなったりとかして、カチカチ、はい、そう でなんかこう壊れたら先生は全て幽霊のせいにしますよね。そうなんです、ごめんね、ごめんね。もういやこれ幽霊だからって幽霊で片付けられるっていう。そうなんですよ、まあ、そうなんですよ、ね、そういうことがあったんですよね。ココアちゃんがね、必ずレコーディング入るとね、パシパシッとこうね、合図しますよね、今聞いてますよってね。あ、そう、真面目に歌ってね真面目に歌ってるみたいなそうだったんですね、はい、なるほど、はい、それではね、この8月はもう一つビッグイベントがありますよ。あります、はい、ね、オリンピック、ね、オリンピック、ね、パリですね。オリンピック注目してますね、皆さん。今回はね、日本のチームどれもこれも強いんですよね。日高さんなんか応援してるなんか種目ありますか。そうですね、私はやはり、男子バレーの金メダル、確実ではないかなというふうに思っております、はい、素晴らしいアスリートがたくさんいらっしゃいますので、ぜひ挑戦していただきたいと思います。バレーって言いますと、東洋の街がまた復活しましたね。女子バレーもそうですね、はい、今度はやっぱり銀金どっちか狙えるんじゃないですかね。嬉しいですね、で本当に皆さん頑張っていただきたい。卓球すごいですね、本当に。あの卓球も全勝ちしましたよね、この前ね、中国がね、差し置いてね、優勝しました。もう張本君とかね、ひなちゃんかね、はい、すごい、あの頑張ってください、頑張ってください、応援したいと思います、はい、ということでね、はい、オリンピックの選手の皆様に応援する歌をね、はい、作ったんですよね。作ったんですよね、はい、そうなんです、朝風ココアで、オリンピックランという歌がありますので、はい、ぜひ聞いてください。どうぞどうぞ。聞いていただきました。ぜひ皆さんこの歌で頑張ってください。どうでしたか、はい、いや素晴らしいですね本当に元気が出ました。もうなんかこの曲聞くと走りたくなります。走りたくなります。ついつい車で聞くとなんかスピード違反しそう本当そんな感じですねついついですね、もう捕まったらね、ポリスマンに、うん、あなたも聞いてってこの気持ちわかるってまあそういうことでね、言っていただきたい。皆さん、曲調が先生も本当いろんな曲が出てくるんですね、無数に。ああ、僕ね、もう引き出しが無限なんですよドラえもんです。ドラえもんですよ、はい、引き出しが多くてね、まあ、はい、なんかいろいろ曲調が違って楽しいなっていうふうに思います。もうこの曲ってもう全然違いますよね。で今度7月は大分駅の、ね、上で ね、 あ、そうですね、ちょっとスタンダードジャズやりますよね。あ、はい、ありがとうございます、はい、ちょっと英語の歌にもチャレンジをさせていただきます。サックスります。あ、そうなんですね、はい、3人でやりますよビアガーデンです、ね、はい、何日でしたっけ。でもそれはまあもう終わってしまってるかなっていうそうですかあ、ごめんなさい、これはもうタイムラグがある番組なんでね、失礼しました。で8月14日は日高さん、は
はい、そうですね、はいはい、宮崎の柏田という地区、私の出身の村ですけれども、先ほどご紹介した柏田音頭、そしてニュー柏田音頭のお披露目を兼ねた、大盆踊り大会を企画いたしました。ぜひ8月14日お越しください。よろしくお願いいたします。はい、お越しください。はい、私も行きますよ。はい、はい、カメラクルーも全員行きます。すごいですね。大勢で押しかけますからね。情熱大陸も入りそうですね。はい、宮崎の皆さん待っててくださいね。もう全員で行きますからね。すごい。はい。さあここで、はい、先日オンエアしました秘密結社。はい。エリカさん。はい。エリカさんまだ若干若いんですけどね、はい、こんな曲を歌っていただきました。ひさめです。どうぞ。列車でエリカちゃんひさめ歌っていただきました。素晴らしかったですね。ひさこさんどこ見てたんですか。私はやっぱり太ももの割れ目が非常に気になりましたね。お尻のラインありがとうございます。ありがとうございます。一番こうちょっとなんか弾けたコメントをいただきましたね。そうですね。真面目だから。真面目だから。まあ あれでね、ディレクターがいまして、はい、エリカちゃんにもう特別ねエロくやれっていうことでね言いましてね。ディレクター先生じゃないですか。エロくやれって言ったの先生です。僕はいや僕はもうはい分かりましたって従う方ですからね。はい、なんかよく分からんけど、あの若さでね、いいと思います。はい、ズバッとね、はい、はい、まあそんなこんなんで、はい、楽しかった。朝香でココアの愛のダダ漏れ終わりの時間となりました。はい、もう先生いいんですか。一つずつダダ漏れ情報とか先ほどねなんか言おうかっていう話してましたけど。いやもうダダ漏れなくていいですよ。もう漏れなくていいです。もう漏れなく喋りましたから。清さんのダダ漏れなんか一つ清さん最後にじゃあぜひぜひ、はい、ダダ漏れを、はい、ダダ漏れ。私はですね日々の生活で一人暮らしをしてますので、はい、うん、スーパーのまあ、安売り商品の買い漁り、特に朝の6時半から7時、夜は8時半から9時の間に、大手量販店の24時間営業の店舗に足を運んで日々の食生活は、なんとかそれで間に合わせております。素晴らしい、お買い得商品がたくさんありますので毎日が楽しいです。以上節約生活がダダ漏れみたいな。なんかすごい貧乏アピールをしていただきました。まあ貧乏アピールのついでに面白いですね。コマちゃんもなんか結構貧乏アピールしますよね。この間の放送が終わった後に、はい、ガストにね、うん、本間翔吾さんと先生と、はいはいはい、あとヘイサルマン企画の
渡さんと私と4人で行ったんですけど、なんと先生が3時間ずっとですね、私にあの TikTok で流行ってる裸にエプロンをつけてイカを焼けってずっと言ってるんですよ。台湾のね、台湾のね、やっぱりお姉ちゃんね、そう、あれをやってほしい、やってほしいってずっと3時間に言ってたのがちょっと本当にええと思って、でも本気で言ってましたよね。あの本気で皆様のリスナーの意見を伝えました。いやあの僕じゃないですよ。いや、もうあのリスナーの皆さんがやっぱり脱ぎ方が足りないって常に、ね、言われてるんで、僕はお伝えしました。いや、なんか散々言われたんでちょっとまた考えようかなと思いますけど、皆さん期待してください。考えてくれるって、そのね、考えるだけかもしれません。小池さんじゃないけど考えてくれるそうですよ。はい、まあ、じゃあ先生から他にないですか。先生も何かダダ漏れしますか。もういいですよ。私もう最初にお話したモテ期がね来てね、みんなからね、ロマンス詐欺じゃないけどね、あなたのあのコメント気に入りましたとかね、来てますよね、いっぱいね。私と交際してくださいとかね、もう交際、じゃあ100人目って頑張っていただきたいと思います。あの綺麗な写真が出てるんですけど、はいはい、実際開いてみたらね、東南アジアのごっついお兄ちゃんなんですよ多分ね。みんなそうでしょ。よく分からんけどそうなんですね。ロマンス詐欺やめてください。あ、ロマンス詐欺ですね。それが引っかかる人いますから。はい、今日もあの大丈夫ですか。引っかかりやすいです。はい、先生が今日はもう本当にノリに乗っていろんなお話をしてくれましたが、はい、さあ、この番組の提供は平成ロマン企画、音楽制作のトライビート、ダンススタジオエムズ、ライブハウス別府カッパーレイブンス、白道村、 MH エンターテインメント、マルマン産業、そして宮崎県シーバウガの皆さんのご提供でお送りさせていただきました。ありがとうございます。あ、なお、まあ、次回はですね9月3日の火曜日午後5時から放送になりますので、はい、ぜひぜひあの、はい、今度はですねちゃんとスタジオに行きまして、そうですね、お送りさせていただきますので、ね、よろしくお願いします。また出ていただき、出演していただきますよ。そうですよね、よろしくお願いします。はい、ということで今日は朝風ココアと川村天と日高清志でした。お送りさせていただきました。さ、皆さんありがとうございます。また見てね。さようなら。返す波打ちに重ねて思う人のよう、生きてく辛さ噛みしめる心の嘆きが流れ出す。母なる海よありがとう、母なる海よありがとう。